魔界に眠る大残酷、我ら昭和初期この世の乱れを正そうとし志半ばで倒れた陰陽師集団魔界少女期、この地上に再び戦乱を巻き起こそうとこの地上に現れる機動軍、新しい我ら人型だ。新しい人型って役に立つのか、魔界少女系側に。中国の覇者大月に伝えし、日の本一の侍大将と謳われた末隆房なり、再び魂を打って現世によみがえる。末隆房ダイヤ、そのものは我ら黒魔術に入るべきもの。残念だ、このものはまだ前向き。それへ我らこの一応信じて迷っておるのか。ならばこのわしがその迷い力ずくで晴らしてやってもよいぞ。釣り合わぬ仲間割れか。弱き者同士仲良くしたらどうじゃ。兄上、こちらに戻ってきてください。安藤さん、我らは一心交代だ。こちらに戻ってこい。お前は我から逃れることができる。タイヤ、兄上になるよ。ズル姫、さて、せいべ、タイヤ、我らが眼首揃えてこうして返したからには何を望む。死を望まぬか。ここで一気に戦い、互いに骨一片残らぬまで戦うというのはどうじゃ。望むところだ。ならば今宵は、すべての敵味方をする、三者三様に戦う。よいか。せいべ、お前とは最初から味方であったことはない。我にとっては黒魔術の貴様も殲滅すべき敵であることには変わりない。ならばよい。それでは総力戦といこう。今宵は我らの霊力そのものをかけようではない。霊力そのものか。そうか、霊力そのもの。この魔界の中、我らの霊力によって均衡が保たれ、一人の霊力が勝った者に吸い込まれる。そのことに勝ち続ければやがて敵の霊力は消滅し、その存在は消える。奪魂よりはるかに危険な試合となる。ほうほう、それは面白そうじゃ。前回はガラシャにうまくしてやられた。あの者、我らが配下の者の霊力を吸い込んでしまう。あの時点では黒魔術と我ら陰陽師の霊力の差はまだある。霊力をかけることは互いの霊力の均衡が図られば始められる。それをあの女の捨て身の先にうまうまとはめられてしまった。あの女は自分の霊力をかけることなど何とも思わぬ女だからの。かしわきを考える男どもにはできぬ度胸が。ならば我もその賭けに出てやる。今回は私自身の霊力を賭けてる。どうじゃ、わしに依存はない。挑まれれば我は引かん。ちょっととんでもないことになってない。
それでは早速始めよう。連部官を呼べ。連部官。それではまずこの大堀康久さん。こちらは私が出ます。いや、それは私が。兄上は何があっても私の兄上なのです。安成、私に任せてください。姫竹脇さん、お前はどうする？わしか。それでは召喚してくれよ。いでよ。召喚すればよい。我らは鶴姫のみでよい。全部平らはどうじゃ。安久一人十分。ならば始めよう。それではこれより試合を取り行う。誰かの両肩を三つつくか、参ったといえば勝負あり。勝ちを得た者は敗れた方の大将の霊力を奪う。はい、それでよろしゅうございますか。よい。では始め。始め。
魂があるかどうか。お前の霊を確かに奪わせてもらう。